怒る路上にいるカマキリはですね、大体まあ規制されてるんですね。分かってるかい？君の中から出てきたんだよ、これ。オオカマキリはね、うわー、死んで間もないね。あ、おう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 、えぐ。それではちょっと個人的に気になってしまったので、何匹入ってるかちょっと引っ張り出してみましょうか。こんにちは、せいくんです。今日もですね、カマキリロードの方にやってまいりました。今日もこちらカマキリロードの方でカマキリの方にたくさん捕まえていこうと思います。今日もね、ロードキルされそうなカマキリは救っていきつつ、規制率ね、見ていこうと思います。それでは、やっていく。いるやん。お前は王かな。王にしては細身やけど、王だね。うわ、規制されてそう。めっちゃ怒りっぽいし。あ、でもどうだろう、なんか規制されてないのか。怒ってますね。怒るオオカマキリは皆さん何でしたっけ。怒るカマキリは皆さん何でしたっけ。そう、怒るオオカマキリは、あ、ちょっとオオカマキリ関係ないですけど、怒る路上にいるカマキリはですね、大体まあ規制されてるんですね。見てみましょうか。よし、そしたらちょっと見ていこうか。まあ見ていくも何もね、別に僕はお腹触れば一発でわかるんで何もないんですけど。いたた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 、力強っ。もうこいつは 90% は規制されてる。まず路上にいたし、こんな凶暴やし。ん、待って、ちっちゃくね。針金虫入ってるけど、うん、ちっちゃくね。本当にこの針金虫成熟してる。ちょっと羽どけさせてもらおうか、はい、ねえ、本当に成熟してますこの針金虫さん。いや、入ってるんですよ、間違いなく。間違いなく入ってるんですけど、そう、もうほら、もうケツから出てるんですけど、針金虫がすっげえちっちゃい。ほらほら、ケツから出てたんですけど、出てるんですけど、すんげえちっちゃい。お前、それで成熟してるつもり？まさか。今年はあれですね、ハラビロカマキリよりもオオカマキリの方が寄生してる数が多いですね。かわいそうですね、オオカマキリさん寄生されて。でもよかったね、寄生虫取り除いてもらえて僕にね。ね、よかったね。まあ別に取り除いてもらったからといって、この子は長生きできるわけじゃなくて、取り除かれた時点でもうこの子はね、もう、あとは死を待つのみです。ただ、ハリガネムシに操られて水場に落ちるという心配がなくなっただけ。うん、ただそれだけですね。まあこの辺はね、渓流魚がね、いるんで、この子は川に落としとこうかな。かわいそうな気もするけど、本来こいつはまあ水の中に落ちて死ぬ予定だったんでね、まあそれでもいいのかなと思います。いや、でもどうだろう。なんかさ、ちょ、考え物だと思うんだよ。なんか、俺ね、ずっと考えたの。路上に落ちてるハラビロカマキリとか、まあ毎年ね、まあ100匹とか、去年やったら200匹ぐらい持って帰って、まあ家でね、最終的に修正飼育して死んだら、まあそのタランチュラの餌とかで、まあその冷凍庫に入れたりしてたんだけど、ね、でもさ、ちょっと考えてみてほしい。本来その200匹は自然界どういう風な展開を迎える予定やったっちゃろうと思って、これは乱獲かと思ってさ、考えたわけよ。いや、俺の中では、まあ路上に出てきてるし、まあほぼ 99% ぐらいは、まあ、その路上に出てきてるということもあって車にひかれて終わりの人生を迎える予定だったと思うのよ。この中に入ってるこのハリガネムシさんもこのオオカマキリも、まあ、その捕まえたカマキリもだけど、もしこいつらが川に落ちるのが、その、まあ、例えば落ちてるやつが100匹いて、100匹のうち50匹が川までたどり着けるとかやったら、俺はその50匹のうちの池、その半分ぐらいをさ、その潰してるわけじゃん、俺のせいで。って考えるとさ、これはダメなことだよって思ってきたわけよね。だからね、考えてる考えもんだなーってね、思ったりはしてます。はい、どうなんでしょうね。そのなんかハリガネムシに寄生されてるからなんかオッケーみたいな感じに思ってたわけじゃなくて、なんかなんとなく大丈夫だと思ったわけよ。そう、路上に出てきてるし、どうせこいつは車に踏まれる運命という僕の中で認識だったんだけど、なんかダメな気がするんだよね。そこの下が川なんで、川に投げ入れるのはちょっと気が引けるのでそこに投げます。はい、まあ、あいつがこのまま川に行くのか、それはもうちょっと委ねる。さすがになんか川に投げ込むのは、ちょっと僕的に気が引けるというか、なんかできない。うん。なんかできないので、ちょっとこのままします。はい。生きてるね。バシ。逃げろよ、もっと。はい。草むらの方行っとけ。しょれバッタ。ハラビロちゃんだね。お前はもう規制されてるでしょ。はい。いたた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 。威嚇してくんねえかな。威嚇。あ、怒ってる。ほら、怒ってる。バカだな。どこで怒ってんのマジでお前。いたたたたたた。
バカでしょマジで。触るか触らないかぐらいのところで、いって威嚇すると、えい、あ、逃げるか、よいしょ。ほら、怒った怒った。あ、いてて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 、わかったわかった、話して、話して。めっちゃ怒ってるわ。激横プン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 丸ぐらい荒れますね、これはね、本当に。こうやってね、人が動くとね、こっちの方向向くんですよ、ほら。うわ、めっちゃ怒ってるわ。誰に対して怒ってるの、お前それ。もうね、腹広カマキリで威嚇するとね、このほら、見てください。大顎もね、しっかり黒く、ね、なってね、これね、口開いてるんですよ。いや、いいですね。かっこいいですね。めちゃくちゃ怒ってるわ。でもね、こうやって威嚇する腹広カマキリはね、99.9999% ぐらいは威嚇、規制されてますからね。じゃあちょっとね、めちゃくちゃ威嚇してるとこ悪いですけども、規制でチェックするので、はい。お疲れ。痛たた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 
ちょじっとして。ほら、もうめちゃくちゃ平らでしょ。こっちから見るとほら、横に広がったようなお腹ね。ここに触ればわかります。はい、入ってますね。割とすぐ出てきてくれる。いたた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 、すぐ、いたた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 た、すぐ喋ってんねん。割とすぐ出てきてくれれば楽なんだけどな。大差があるんですよ、ハリガネムシにも。あ、来た、出てきてくれた。で、水がないと分かったら戻るから一発で掴んで、はい、し、オッケー。はい、規制されてましたね。めちゃくちゃ噛んでる。出てきているところを破壊しながら出てくる場合があるから、ゆっくりね、ゆっくり抜きます。スピーディーにやるとハマキリのこのケツが壊れちゃうことがあるんで。オッケー、はい、出た。で、出た後のハラビロカマキリは、とてもね、弱ります。さっきまではね、もうこうやってね、噛まれるのも痛くてたまらなかったんですけど、今ね、痛くないです。全然全然痛くない。いや、これね、体験してほしい、マジで。カマキリ、その寄生されてるハラビロカマキリの体験会とかやりたいもん。あ、威嚇するんだ、お前、珍しいね。まだ威嚇してますね。ほら、ハリガネムシに怒り狂っております。バカですね。これ君の中に入ったんだよ、これ分かってるかい。君の中から出てきたんだよ、これ。君の中から出てきたの、これが。ピヨーって、分かるかい、分かるかい。ほら、君の中から出てきたハリガネムシだよ、これが。いっぱい出てきたね、極太なのが。これはね、フェイクン調べになっちゃうんですけど、ハリガネムシがカマキリをね、水の中に操作してね、連れていくんですけど、そうやってしてる間はカマキリに対して特殊なね、タンパク質がね、流し込まれてるっていう風に言われてるんですけど、その特殊なタンパク質によってカマキリのステータスが上昇してるんじゃないかって僕はね、考えてます。はい、だからこうやってカマキリとかは寄生されてると攻撃的で怒りっぽくて、そして、まあ、力も強いんじゃないかなって僕は思ってます。じゃあ君はこの速攻にバイバイ。よし、とりあえず路上にいたハラベロカマキリで今年2匹目かな。今年路上にいたハラベロカマキリで2匹見つけて、2匹とも寄生されてるんで、今のところ寄生率 100% ですね。でっけ、オオカマキリだね。うわー、死んで間もないね。あ、おい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 、え、えぐ、このオオカマキリ寄生されてたんだ。やば、やばくない？グロテスクすぎでしょ。全然気づかんかったわ、そんなん。やば、おいおい、お腹からほら、多分ね、このオオカマキリはロードキルといって、まあ、路上でね、まあ、その出てきちゃって、その車に引き殺されたことをロードキルって言ったりするんですけど、こっちが見やすいか。ロードキルされた結果、見てください、これ中にハリガネムシが多分これね、数匹入ったんですよ。で、そのハリガネムシたちはカマキリ、宿主が死んでしまったから、こうやってね、お腹から出ようとしたけど、多分もうこう地面がすごく熱いので出られずにですね、ここで乾燥して死んでしまったわけですね。えぐ、何匹入ってるか見てみようぜ、このオオカマキリの中に。それではちょっと個人的に気になってしまったので、何匹入ってるかちょっと引っ張り出してみましょうか。1匹か、これもしかして。あ、1匹だ、あ、1匹だ。これ複数匹入ってると思ったら、1匹が多分この出口がここしかなかったから、本来さ、カマキリのさ、お腹のその先のお尻の方からさ、ハリガネムシ出てくるんだけど、本来こっからその頭の方からピュー出てくるんだけど、多分もうここ意味わかんないとこ開いちゃったから、多分もうどうにかして出ようと頑張ったんだ、こいつらも。で、カマキリのお腹の中はまだ湿度があったから、こんな感じでね、乾燥せずに濡れてますね。やば、
何もかもがやばいっすね。やっぱりハリガネムシってさ、生態終わってるよな。マジで本当にやばい生態してると思ってる。その生き物として本当にすごいわ。いや、まあこの辺の草むらに置いときましょうかね。いやー、かわいそうというか、なんというか、すごい。うん、だってカマキリ踏まれた後もさ、あいつはさ、踏まれてもさ、多少ダメージはあってもさ、そんなにダメージないと思うんだよ。だってカマキリと違って、あいつはさ、形がさ、まあ円なんていうの、円柱状というか、まあ、その紐状なわけじゃんか。だからさ、もうね、そんなダメージを受けないわけじゃんか。しかもカマキリのお腹の中にいて、ダメージも軽減されるだろうし。だからカマキリが踏まれた後もワンチャンあえて一矢報いようとしてるところに、なんかエグさを感じますね。ということでね、今回こんな感じで終わっていこうと思います。なんか今年はね、まだ今のところオオカマキリの方が寄生されてる個体が多いなっていう感じになりますね。まあまだバンカーなんでね、ハリガネムシもまだ成熟しなくてね、こんな感じ少なかったんですけども、今後はね、多分いっぱいハリガネムシが入ったカマキリがね、出てきてるの見れると思います。よかったらね、チャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします。また次回も、はい、バイバイ。